バックと一緒にサーカスを見よう。ストーリー進めるぜ。どうしたんだ。サーカスチケットもらったんだ、一緒に見ようぜ。マジか、お前マジすっげえな。おい、そろそろ始まるみたいだにゃん。ラディーズ&ジェントルメン、言うと思ったわ。本日はようこそお集まりいただきました。今夜は煩わしい現実を忘れ、素晴らしい夢の世界をお楽しみください。ワクワクする。ワクワクするぜ。まずはピエロによるパフォーマンスご覧ください。一輪車です。はすげえ、サドル高いっしょ。俺足短いからギリギリなんだ。ジャックリン、ジャックリン、ヤッホー。こいつはすごい、すごいにゃん。あんなの絶対できねえよ。あの声はどうかなさりましたか。なんでもないのよ。なんて素敵なのかしら。私もやってみたいわ。お嬢様ったら、あなたなんかにできるわけないでしょ。分かってる、冗談に決まってるじゃない。次は何。可愛らしい双子による空中ブランコをご覧ください。あれ、もう終わり。カット多いな。チケットサンキュー。はっ、大門教授じゃないですか。私失敗しませんから。あなたにお願いしたいことあるのよ。気まぐれゲートミステリー。なんだって。気になるでしょ。縫うと思ったんだけど雑誌には載ってなかったのよね。と手伝ってほしいのよ。ぐいぐい来るね。決まればゴーゴーゴー。どうやって探そう。縫うの他の号の情報があればゲートについて分けるかもしれませんね。これは稲穂に進めということか。稲穂のストーリーを進めるとヒントか。じゃあ交換だ。キュッキュッキュッピー。プレイヤーチェンジ。オバハラに行くよ。シュワッチ。とりあえず依頼を受けよう。クエスト、クエスト、これこれ、受けてみる。キュートなリボンがもらえるよ。カニ、女の子が困ってる。これはほっとけないだにね。さくらジョダガーにいる本人から聞くしかないようですね。行くだに。行くよ、ウサピョン。イナウサ不思議探偵者。な、やった、座れた。だからどうした。ここ青葉原なんだな。ペロン、テレポート。ペロン、食べられるよ。マジワープできちゃった。生きてたらワープできる日も来るんだね。張り切ってダラダラしますか。おりー、ただいま我が家。マイホーム、マイホーム。手を洗って歯を磨く。きっと何かイベントが起きるはずだ。絵が綺麗だと爽快ですな。歯を磨けよ。シャカ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 。オッケー。ダッシュ。これ増えないのかな。増えてほしいんだけどな。コンビニにやっぱいて話しかけるたびに増えないのかな。友達2人しかいないって言ってたけど、
じゃあ私が雲海鏡と友達になったらいいんじゃないの的な。ちょっと行ってみよう。いる？雲海鏡いる？トイレにいる？いない。いらっしゃい。いらっしゃいませ。まずは換金アイテムを売れるかチェックじゃ。あるかな。銅コケがある。1個だけだけど。7800円。言うほど金もないな。スタミナもアルファは結構いい値で売れるな。買う。愛情天むす3個ぐらい欲しい。あ、もう5個持ってる。やめとこう。あんまお金ねえし。用なんかないんだよ。そう。相変わらずこっちのメンバーにも回復役がいないんだよな。誰かいねえかな。とりあえず矢印に沿って走る。あー、どこ？上の方。空き家？空き家を指してないか？あ、違うかった。空き家の隣だ。ケータンちの隣じゃねえか。お隣さん、何やってるんすか？ちょっと宝箱見えてるんで、もらいたいっす。どっから入れるんだ？ふみちゃんちからかな。ちょっと通りますね。ダメだ、ここじゃない。ここじゃない、どこか。ちょっと失礼します。不法侵入じゃないっすよ。子供のしたこと。あ、やった、銀行系5000円ゲット。やったぜ。人んちに侵入して5000円ゲットしてきた。にゃーん、にゃお。天野さんとご主人、天気で USA 行くなんてすごいわね。普通僕見るけど意外と笑顔ペラペラだったりするのか知らんね。いた。こんにちは。キャッチャース。ミルクかね。帰ってこないの。じゃあ私の牛乳をあげるわ。そのミルクじゃねえよ。白い猫ちゃん、赤色の首輪してるの。ミルクちゃんがよく行く場所ってどこ？うちの近くの公園をお散歩してるよ。猫探し。ペット探しはね、探偵者によく来る仕事だ。いいよね、猫って可愛くってさ。相棒にするならこんなより猫妖怪が良かったな。賢明、こんなのとはなんだと。はい、三角公園行こう。三角公園に行きまーす。お、こんなところに宝箱が。ここはどこから入るんだい？教えてごらん。そこかい？そこかい？違うのかい？裏から行くぞ、気をつけろ。やったぜ。まずい漢方。この町いいアイテムありすぎじゃね。信号は守ろう。待ってね。うん、待つ。さあ来た。三角公園に到着。情報収集しますか。猫見なかった？どうしたの猫。え、知らない。うん、何か探してるのかい？あー、白い猫は見てないな。こんにちは。赤い首輪をつけた白猫を見ませんでした？あ、猫なら知ってるよ。よく散歩してる子でしょ。そういえば、大森神社で白猫見たけど、その子だったかも。ご協力、ありがとうございます。なるほど。じゃあ山の上に行こう。公民館に公式おじさん、現る。でもこっちできないのかな。てか別にここでする必要ないんだよね、公式戦。よく考えたらアプリからできるから、ここでする必要ないんじゃん。この幼稚園に宝一つぐらいねえかな。ほら、予想通り。身代わり人形。滑りゅー。あ、子供に直撃した。事案発生してしまう。
あなたは何が好き？自分の好きなことをずっと追いかけて、じゃあ私セラピアーズか宇宙ってなっちゃう。とりあえず1日1回は登っとかないと。ふみちゃんじゃなかった、あきらちゃん、いなほちゃん、私自転車かっこよくない？いつ自転車もらえんだよ。運河行きを切ったから青葉原に行くのは楽だけど。よしよし、どんどんパワーが上がっていく。よし、あと2回ぐらいかな。お前たち逃げるんだ。あとやっぱり大体端っこにはアイテムが一つはあるよね。ミュージックカードか。残念、閉めるなんてボタンはないんだ。逃げられたらその時はその時、私は一向に構わん。山行きます。おっとっとおっとっと、もう話したなこの子たち。あ、光ってる。中継源氏玉。ウサピョンになら使っていいかなって気はするんだよね。まあね、回復薬いないから積んでから考えよう。レベル上げとかは積むまではあえてそのまま流れなすまま、そのままに進めていこう。神社次もしちゃうよ。妖怪に聞いてみてもいいかもなに。あらあら、妖怪もいるのかい。妖怪墓場になんか妖怪。おじさん、白い猫だ。どうじゃったかの、よく覚えとらんの。ボケが始まったか。あ、なんじゃと、謎のおじさんじゃないか。いい話がある、わしのところに来てくれ。終わったかね。よし、じゃあまずは見つけよう。どこだ、誰かいないのか。あ、カッパ違う、絶好調。妖怪を見つけた。ダニ、絶好調。白い猫見なかった？見かけたよ白猫。ま、マジかよ。だんだん坂の河川敷の方に向けて歩いていくのを見つけたよ。やるね、チュービクマだ。お賽銭しておこう。100円ってすごくね。5円か20円じゃねみたいな。手抜き終わったらまたここに来んのか。その上の猫は違うんだね。だんだん坂行ってみよう。走る走る、チャリが欲しい。パラリラ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 、チャチャチャリチャコリサ。ねえ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 、アキラちゃん、その自転車ちょうだい。そうもいかんか。だんだん坂の坂を下ったところつてた。でもその前にまずはあたりをチェックしよう。いらっしゃい、くじ引きを見せとくれ。どう、まあ、全然誰も引いてねえじゃねえか。2人しか引いてねえじゃねえか。まだ引かねえ。間違えた、駄菓子ちょっと買うか。ドロップ缶10個買ってるからいいか。チョコボプレミアム、もう全部買ってんじゃん結局。いい、駄菓子は安くていいな。 USA のやつは高いのばっかりでほんと困るわ。子供の買い物じゃねえもん。やっぱ駄菓子って最高だね。湯気を浴びるとお風呂に入ってる気分になれる夢のスポット。あんた恥ずかしいからやめてくれよ。そら恥ずかしい。桜の湯入れるんだ。絶品牛乳買えるかな。牛乳ください。そう、うわ1500円は高えよ。残り3個じゃ。フルーツ牛乳で我慢する。ちょっと高いわ。
子供が一杯1500円する牛乳とか買えねえ。時計屋さん。よし、とりあえず猫、なんかあそこの右奥に妖怪が見えんだけど、行ってみる。まあ絶好調が言ってたのここだよね。ミルクちゃん行った行った、ミルクが行った、追いかけるタニー。さっきそこに妖怪の印出てたんだけど大丈夫。なんとかにゃん系がいる気がする。ちょっとちょ、日本橋で立ってるミルクにゃん、白いな、お前何者だ。よ、妖怪にゃにゃーん、白、お前白なのか、適当にゃん。友達になって黄色に染めてほしい、そう言ってるだに。純白のままでいいよ。誰だ、あ、またなんとかにゃんぱち先生だ。俺っちはルロの教師にゃんぱち先生ですにゃん。こんなサムネ候補連続で来なくても。にゃんにゃんにゃん、ああ、なるほど、彼女色に染まりたい、いいですにゃ、まさしく青春ですにゃん。そういう時にはこれを使うといいですにゃん。マイニャン、マイニャンアプリ、これでこの猫妖怪を黄色に染めることができますにゃん。金八先生のモノマネあんましないからわかんない。そもそも金八先生まともに見た覚えないしな。にゃんクリエイトを選ぶですにゃん。姿、色、声、種族、な、種族変えれんの？あ、種族ってそっちだけね。もう何でも自由に変えられますにゃん。マイニャンパーツ集めれば組み合わせがずっと広がるですにゃん。まとめて書いたときは色から変更すると便利ですにゃん。スキル技のセットもできるにゃん。新しいスキルや技はお前たちは腐ったみかんじゃない。わからん、やっぱわからん。そんなビー組若元でいいかな。にゃんぱい先輩をにゃんぱい特訓をして能力アップ、スキル技の教育ができますにゃん。にゃんぱいによって鍛える能力が変わってくるにゃん。マイニャンの特訓はリアルに3時間かかる。特訓の時はすぐのビール Z を使えばいいですにゃん。すぐのビール Z は、課金をすればいつでも買える。5回まで能力リセットでやり回せますにゃん。人生はリセットできないですにゃん。特ならリセットし放題ですにゃん。はい、上がりました。名前をつけてあげるといい。まっさらにゃん、適当すぎたに。大丈夫、ちゃんと考え直すから。授業がありますから、皆さんさようならですにゃん。さあどうする。私色に染めてあげる。ミルクは、ミルクはどうなったの。白い、まっさらにゃん、渋い、ジバニャン。シャキーン、にゃーん、探してた猫じゃなかっただに。あ、いた、ミルクちゃん、すごいだに、まっさらにゃん。それじゃあ、帰ろっと。にゃーみー、いっぱいいたー。猫引き連れすぎたに。猫まっしぐら。
なにマッサラニャンは最強の回復役、最強の攻撃役。キューとなります。マッサラニャンの装備だったのか。大経験地玉をよこせ。おっと、お、来たんじゃない、来たんじゃない、来なかった。ストーリーの6が外れた。